一緒に死のう。はい。あ、待って神だ。紛れ込んだヒーロー探し出せ、グースグースダック。このゲームは人狼ゲームと似た理由で市民陣営グース、ガチョウの中に紛れ込んだ人狼陣営ダック、アヒーロー見つけ出すゲームとなっております。グースの勝利条件、紛れ込んだダックを見つけ出し全員通報すれば勝利。またマップ内に課せられたタスクと呼ばれる作業を全員で終わらせれば勝利となります。ダックの勝利条件、グースをキルすることができます。グースとダックの数を同じにできれば勝利です。またグースのみが行えるサボタージュと呼ばれる妨害工作やベントと呼ばれる通路を自由に使用することができるんですが、こちらは見られてしまうと疑われる危険性があるので使用時には注意が必要です。またグース、ダック、どちらの陣営にも属さない第三陣営もあったりと、バラエティ豊かな役職もありますので、その都度動画内で説明を補足していきます。果たしてガチョウの中に紛れ込んだアヒルを追い出すことができるのでしょうか。それでは本編行ってみましょう。 OK、 始めます。あ、もう悪者は嫌だ。俺は善良なる執行官でいたい。みんなを守る存在でありたい。頑張ります。さあ行くよ。さあ悪い人はバンバンしちゃうからぞ。よろしくね、よろしくね、よろしくね、小箱さんよろしくね。はい。ああ、とりあえず私が店長でもやっとくか。多分今のさ、今の行動俺が一番怪しいよな。さーて、とりあえず店長やっちゃいましょうか。これで店長がね、俺が死ななかったら、それはもうね、私の勝ちでございますよ。あ、涙はいつか晴れる。今プレイズンって書いてるから、一応あのバックなのかなと思って。紛らわしい、確かに。腰まずい、紛らわしい。店長どこだ、店長どこだ、店長。俺が一番怪しいんだよ。いた。店長。おい、聞こえてんだろ、店長。俺はな、さっきからお前さんが怪しいと思ってんだ。間違っても、間違ってもいい。一緒に死のう。はい。お、待って神だ。わらびさん、わらびさん。はい。あの、あ、ゆきちもちょっと聞いて。い、あの、報告します。私今店長を殺しました。マジ？こっちこっちこっち、あの通報先にしたいで。私店長を殺しました。うん、はいはいはい。ここに死体あります。私執行官です。勝ちました。マジで、マジで。ゆきちゆきち、俺やったよ。やったやった、俺やった、これこれ俺やった。あの、私執行官です。あの、普通にちょっとあのふざけてさ、店長一緒に死のうってやったら俺だけ生き残っちゃった。何、どういうこと。いや、店長がここに立っていて、あ、店長見つけたって、店長って、俺さって、お前のことを疑ってるんだって、間違ってもいいから一緒に死のうってやってやったらね、俺だけ生き残っちゃった。え、ね、こいつ、こいつね、多分ダックかね、ピジョンどっちかだ。なんか小箱さんがさっきね、異様に私に追いかけてきた気がしてて。じゃあちょっと小箱さんやってくるか。行ってくるわ。いやー、いいね、あ、いた。あ、勝った。マジじゃん、マジじゃん、行く。いやー面白かったね。ちょっと次のちょっと神プレイみんな期待してるよ。いやもういいわ、もういいわ、もうちょっと次は普通やります。いやー面白かった、あー面白かった、最高、最高だよ。
チリンチリンチリン、ディナーのお時間です。皆様ディナーのお時間です。いや、私は、私はザック・レイヴンが怪しいと思います。いや、はい、いや、なるほど。最後の晩餐はじゃあ店長で。あ、あ、いいかもしれない。なんで？いいかな。ずっとさ、ピジョンやってさ、ザックやって、ピジョンやって、ピジョンやって、なんてことしてるからさ。えぐい、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 日頃の行いだよ。そうだね、日頃の行い、日頃の行いだよ、本当に。ださあ、店長の言葉は置いといて、あ、タスクやっていきましょうか。じゃあ、じゃあ、あ、て、上の方に、あ、違うか、上の部屋か、ボイラー室のところかな。そしたらだんだんこのマップも把握できてきたね。面白い面白い。この下かな。あ、ここで、あ、これだ、炭鉱のこの石炭を、はい、サク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 プレイ、オッケー。はい、ケージを開放する。だからさっきのアイアンメイデンがあったところかな。フラスコの整理、これだな、フラスコの整理。はい、同じマークのやつをどんどんやっていき。レイヴン、やっぱいたか、なんか、レイヴン、うん、俺は一番お前を怪しいと思っているんだが。ゆきち、ゆきち聞いてよ、聞いて、こっち来て、こっち来て、こいつ、こいつやバカじゃないよ、なんですかこれ。あの、カモじゃないやつでした。あの、状況説明すると、私こっちでタスクしてました。で、あの、私執行官なんですけど、キルマーク出たんだよね。あ、誰か近くにいるなって。したら店長から、あの、店長の声聞こえて、レイブン、レイブンって来てから、こいつらしいなと思って一回タスク止めて、したっけ、俺はお前が怪しいと思うんだって店長が言ってから、無言でキルを、キルをしたら、これ何これ、公開処刑です。あの、さっきの逆バージョンでこいつ、あの、店長、俺やろうとしたんだよね、多分ダックで俺殺そうとしたんだけど、返り討ちにしたっていう。もう世は満足じゃん、もう執行官はもういいよ、もう。ああ面白い面白い、今日一笑わせてもらいましたわ。嘘だろい、嘘だろい。ようこそ私と同じ世界へ。やべ、あー、いくち気づいたよ。え、あ、え、誰、あれ、誰だ、コボコさん滑ってみて。あ、ボコさん、コボコさん、はい、やられてます。あの、声がやられてます。そのパターンを見たルーコさんからのコボコさん、やられてます今。すいません、やられてます。いや、面白いんだけど、やられてます。やられてんじゃん。で、あの、なくなってた場所は、霧の洞窟の入り口の付近の廊下です。多分、タスクやってるところをパスッとやられたのかなって思ってます。正解正解。こ、あの、レブさんがいつ死ぬか分からないので、誰かは分からないけど、とりあえず小箱さんではなくていないから。すごい機械音。ああ、そうか、そうか、そうなることね。今、ちなみに、霧の洞窟に行こうと思って、近くにはいたけど。うち、で、あの、わらびさんが、どこだっけ、書斎、ボイラー、あ、ボイラーのとこにいたかな。うん、そうそうそう。のは確認済み。だから、ちょっとわかんないです。わかんないですね。いや、わかんないよ。遊んでるだ、この人。どういうこと、左側に走ってたよね。そっちに行くちょうど割れてる。割れたな、すげー、すごい綺麗に割れてた。グレだな、みんな。で、パーティーつけられてる、コバコさん、この時点で白になってますね。面白い。
あー笑わせてくれる本当に。さてレイブン、なんだどうしたの？レイブンよ。何？面白いね。あんたが一番面白い。ビジョンだったんだ。執行官とビジョンだったんだよ。ビジョンね。どこ行った？あー面白い。これかな。あ、ろうそくに火をともすのかな。オッケー。あとこれでタスク、あ、これってさ、偽のタスクなの？でもやっといて多分そうはないな。練習にもなるし。さて終わらせて、みんなの様子見に行きましょうかの。はい。これ終わってなったか。うん。はい。はい。よいしょ、これと、はい、これ終わりと。よし、これで、これで終わりかな。まだある、まだある、あるね。あ、でも増えてるっぽいね。あ、やっぱ違うのか。今練習にもなる。色にしたことによって、あー、確かに勝利か。ナイス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 。あー、おもろかった。あー、面白かった、ほんとに。あの冷静に考えてみたら、そうか、あの仮にダック私がキルしちゃったら、その時点でゲーム勝っちゃうもんね。そう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 だ、店長ピジョンだったから、そこ失敗したな。